だいぶ前にナンバープレートのぼかし処理について紹介した動画をアップしました。ナンバープレートというかなり小さい領域をパワーウィンドウで選択するんですが、そういう細かい作業だと画面を拡大したり表示領域を動かす必要があります。そこで今回はダヴィンチリゾルブのビューアー画面操作について紹介したいと思います。なお OS は Windows 10、レゾルブのバージョンは 15.3 です。それとこのビューアー画面操作はエディットページ、カラーページには共通ですが、フュージョンページでは操作が違うので注意してください。今回はエディットページで紹介します。まず表示倍率の変更です。ビューアーの左上に表示倍率が出ているので、ポップアップメニューから倍率を選択できます。ビューアーを全画面表示に戻す場合は、ポップアップメニューの一番上にある適応を選んでください。適応という用語は分かりにくいんですが、英語で言うとフィットになります。要は動画の表示サイズをビューアーの大きさに合わせるということですね。今はタイムラインビューアーの方で操作していますが、2画面にした場合、素材ビューアーの方でも同じように表示できます。表示サイズはマウスでも操作できます。その場合は、ホイールを操作してください。ホイールを回すことで、このように、拡大縮小ができます。ただし、単に拡大しただけだと画面の端の方が表示されなくなってくるので、そういう時は表示領域を動かす必要があります。ホイールまたは中ボタンを押しながらマウスをドラッグすると、任意の場所へ動かすことができます。また、キーボードとホイールを合わせた操作もできます。キーボードでコントロールキーを押しながらホイールを回転させると、このように画面が上下へ動きます。このように拡大表示している状態でもコントロールキーを押しながらホイールを回すことで、表示領域を動かすことができます。左右方向に動かしたいときはWindows の場合、ALT、オルタネートキーを押しながらホイールを回します。表示を元に戻したいときは、表示倍率のポップアップメニューから適用を選べばいいでしょう。以上、ビューアーの表示倍率の変更と表示エリアの移動について紹介しました。動画に余計なものが映っていないか細かく確認するような場合に役立つと思うので使ってみてください。